なんか会場にてマスがほざいとるやん、お前どうする、もうやるしかないんやん、こんなん。もう喧嘩売られとるやん、なんか謎の生物にボッコボコにしたろ、もう本当にリンチや、リンチ。おいおい、集団リンチできるぞ、連れ去られたやついっぱいんだから。ブレイ、セベク、リドル、クソ、逃した。え、逃した？誰かいたんですか？怪しい人影がオンボレルの周りをうろついていたんだ。怪しい人影、やはりこの現象は人為的なものと断定して良さそうだね。あと一歩のところまで追い詰めたんだが、魔法で反撃されて逃げられてしまった。相手が魔法使えるやつか。やはり相手も魔法を使うのか。顔は見たか？いや、フードを深くかぶっていて顔は見えなかった。ああ、くそ、もうちょい早く領長たちを連れてこられれば捕まえられたかもしんないのに。いや、お前は十分やってくれた。三人がかりでもかなわない相手だと瞬時に判断して助けを呼びに行ってくれたんだろ。あ、そんなレベルのやつ。相手が逃げていったのは学園長たちの気配を察したからだ。もしあのまま戦い続けていたら、正直俺とセベクもどうなっていたかわからない。何か犯人につながる手がかりのようなものはありませんか？これを見てください。カード、何か書いてあるね。なんだ、招待状出しとる、ご丁寧に。こいつ舐めてんな。どうする、寮長たち、やる？会場にて待つ。ナイトレイブンカレッジの生徒諸君、みんなでハロウィンパーティーを楽しもう。じゃあね、ナイトレイブンカレッジの生徒もハロウィンパーティー楽しんでんのよ。君来るの遅いんだよ。どこに待つ、どこで待ってんの、そいつ。明確な情報ないね。なんか日時とか指定しないし、招待状として良くないよ。良くないと思う。なんか手紙の出し方知らないのかもしんない。ボロクソに言い始めたな、ついに犯人に対して。招待状だと。どこでこれを見つけた？オンボレ領の門の隙間に挟まっていたんだ。なんかそんなすっかすかな門に犯人も変なところに刺すね。それ見て俺ら慌てて中に、あ、入ったんだ。やっぱいないんだ。神様もグリムももうどこにもいなくて、いつものゴーストたちもいねえし、不気味なぐらい静かでした。マジか、神様くんもいなくなったんですか？グリムもね。学園長、グリムも。犯人はあんな廃墟じゃなく古い家まで狙ったと。やっぱお前廃墟つってんじゃねえか、お前。趣のある家ですよとか、お前最初言ってた高校生。お前、おい。ディアクロール、お前、おい。やっぱ俺廃墟に住まわされてんだな。人が住んでいるなんてとても思えない関係ですから、絶対に襲われないと思っていたのに。はっ、なんだなんだ。そういえばディアソムニア寮がハロウィンの展示でオンボレルを使うにあたって民家につき、あー、やってたね、看板立ててたね。そうだわ、それ見て民家人がいると思ったんだな。神様くんとグリム君まで姿を消したのは人が住んでると知らしめてしまったせい。神様たちまでさらっておいて、招待状とは随分とふざけた真似をしてくれるね。ありがとうリドル、俺らのために怒ってくれて嬉しいよ。どうやら犯人はよほど僕たちを挑発したいらしいな。一緒にやろうぜリドル、犯人ぶっ殺そうぜ。やばい、寮長の体の中寮長の体中の血管が破裂しそうなのは今に始まったことじゃない。こいついつもそうだろ、六章の時といいさ、血圧の上昇激しくていつ血管が破裂しそうかもハラハラしてしょうがないんだよ。リドルに対してはもう本当に、バルガスキャンプの時もそうだし、血圧を抑える薬を飲んだ方がいい。リドルは多分わかんないけど気持ちわかるぞリドル先輩。マリウス様にアドバンスだけでは飽き足らず、それを楽しむような文明、僕たちを侮辱するにも程がある。この下劣な招待状を送ったやつを必ず突き止めて目に物を見せてくれる。招待状と来たと。俺たちを学園に閉じ込めておいて招待と、随分と舐めたまにしてくれるじゃねえか。このハロウィンパーティーの会場というのは一体どこのことを指しているのでしょうね。ん、複数の生体反応を感知、接近します。なんだなんだ、オルトみたいな、なんか、おや、こちらに凄まじい速さで飛んでくるのは、あ、オルトかな。学園長、みんなここにいたのね。シュラード君、どうしたんですか？あなたは鏡の間だ。うわ、絶対そうじゃん、鏡の間じゃん。その鏡の間が大変なんだ。え、学園の心臓部、招待するにはふさわしい場所。みんな今すぐ鏡の間に向かって、僕は他の先生たちを呼んでくる。じゃあ待て、
まだ近くに怪しいものがうろついているかもしれない。単独行動するのは危険だ。そうだね、ドレイ君たち、オルト君と共に先生たちを探していってくれるかい。了解。じゃあ待って、鏡の前に行ったジャミル危ないんじゃないか。ジャミルだけじゃないか、ライリーもそうだし、フロイドもそうだし、いっぱいいんじゃないか。他の皆さんは急いで鏡の間に向かいましょう。なんか壊れてるみたいだけど、何があったんですかって、まあ、急いでみんながオンボレルから来たところね。あ、学園長レオナさん、大変なんです。あれを見てください。あれ、これ鏡、ないない、なんか一周放ってますけど、闇の鏡がどこかに繋がってるパターン。まあ、これ王道のドラえもんだったら、まあ、映画で どこでもドア絶対使えなくなるんだから、何かあって それと逆パターンなの。あ、鏡の間の先のこと言ってんのか。そこに招待するよっつってんだ。残った生徒たちは全員鏡の間に避難していたはず。お前たちえ急にみんないなくなるじゃん。お前たち3人だけか。他の者たちはどこに行った。それが闇の鏡を一体どうしたのですか。あの鏡の顔は映んなくなっちゃったじゃん。家出しちゃったよあいつもな、たまには家の外行って遊びたいって時あるよな。そうだよな、それはもうストレス溜まるもんな。そこにずっといたらさ、職務放棄してる。いや、シュールな絵、何これ、何このシュールな絵。おーい、もしもし、聞こえてますえ、何その電話みたいな感じなの。闇の鏡の応答手段ってそういう。あ、聞こえてないですね、これ死んでますね。これ壊れてるって。壊れるとかあんのかな、闇の鏡って。大切な闇の鏡になんてこと言うんですかって壊れてんじゃんいや、フロイド君の言う通りっすよ。俺たち学園長に言われた通り全員で鏡の間に移動したんす。そしたらこんなもやが。あ、さっきの。よし、これで全寮避難完了だな。つってもさ、ここでビクビクしてるだけじゃ拉致が開かなくね。暇だし俺ちょっと外の様子見てくるわ。ちょ、フロイド君、それ絶対やばいことになるパターン僕もフロイドリッチさんについてく。お、兄さんが心配だ。こんなところでじっとしてられないよ。おい、二人とも余計なことして場をかき乱すのはやめろ。二人は結構行動派なんだな。寮長がいないと暴れる奴らをまとめるのが大変そうだなそういう認識なんだね。あれ、ん、なんだか闇の鏡の様子がおかしいぞ。ほう、完全に乗っ取られてんじゃん。なんだこの光は、一体どこから。あっ、なにこれ。招待客が全員集まり次第パーティーを開始する。みんな今すぐ闇の鏡から離れろ。あ、もう取り込まれちゃったんか。うわ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 、闇落ち、いらん闇落ち。あ、ブラックホールだったんこれ。吸い込まれてんじゃん。ほんで、ってわけで変な声がしたと思ったらみんな鏡に吸い込まれちまったんすよ。声は聞いたことない声なんだな。じゃあジャミル君が魔法障壁を張ってくれなかったら俺たちもやばかったかも。あ、とっさにやったんだな、お前すごいな。申し訳ありません。とそのことで近くにいた者しか守れず。いや、それでも守ったんだから。無事だったのは鏡から離れたところにいた俺たちとオルトの4人だけです。なるほど。そんな、あー、どんどんいなくなってくね。あー、こんなに大勢の生徒が消えてしまうなんて。こんな不祥事、世間の皆様にどう説明すればお前すぐそれだな本当に警察に言えないこといっぱいあるんだろうね。真っ先に考えることがそれですか。方針しか頭にないんだろう。ああ、謝罪会見、いや、その前にまず保護者の皆様へお知らせを。学園長、しっかりしてください。招待客が全員集まり次第パーティーを開始すると言って犯人は生徒を連れて行った。つまり俺たちがここにいる限りは、全員が揃わない限りは、さらわれたみんなも無事なはずです。あ、そうか、まだ挽回の余地はありますねなんだお前は無事かどうかはともかく、この鏡についてはおかしなところが多い。帰り慣れねえ魔力の匂いがプンプンしやがる。ほう、
今闇の鏡がどこかにつながっているから分かりませんが、鏡越しでも分かるほどとはとてつもなく強い魔力ですね。どうやらこの力が学園全体を覆っている防犯用の結界に干渉して、本来は外からの侵入を防ぐ結界を中にあるものを外に出さない結界に、あ、逆になってんのか。なるほどね。人も時間も中に封じ込められているんでしょう。では夜が明けないのも闇の鏡から発せられている魔力のせいだと。おそらくはそうでしょう。じゃあこいつ割ったらよくね。すげえこと言うじゃんお前。いいね。中に入ってるやつら助かんねえだろ。大丈夫なんかそれ、その理論で。これまた先生たち呼びに行ったさ、先生たちとおると待った方がいいのかな。やってみようよ。うわー、ちょっと待って、フロイド君。そんなことをしたら鏡に吸い込まれてしまった人たちはどうなると思いだい。さあ、運が良けりゃ帰ってくんじゃね。運に600人の命をかけるな。この分いいな、運に600人の命って。600人も吸い込まれてんだ。本当に何をするか分からねえやつだ。関わり合いになりたくねえ。あー、びっくりした。じゃあもうちょっと他の案出そうよみんなで。確かに鏡を割れば学園にかかった魔法は消えるかもしれません。ですがそれでは鏡に吸い込まれたみんなも無事では済まないでしょう。永遠にこちらへ帰ってこれない可能性もある。っていうか貴重な闇の鏡を割らないでください。どうやらこの鏡はどこか別の空間につながっている様子。となればこの事態を安全に回避する方法はただ一つ。お、我々も鏡の中に入り異変を起こしている元凶を絶つしかない。まあそうなるけど。さあみんな力を合わせて消えた生徒と明日を取り返しましょう。力を合わせて NRC に、 NRC 社に力を合わせて協力、そんな求めてんのなんてね。ええ、はいはい、分かってますよ。どうせ嫌だって言うんでしょ。教師であるお前が諦めんだよそこで。なあ、いいんです、いいんです、いつものことです。私が何としてでも皆さんのやる気を。お、協力し始めた。すごい。俺は今 NRC 生を見ている、本当に。お前が一番驚いちゃったよ。もう諦めてんじゃん。教師が一番諦めちゃってるもん。どうしたんだい学園長、そんなに変な声を出して。皆さんどうしたんですか。いつもならめんどくさい、勝手にやれって嫌がるところじゃ。まさかマルウス様に。リリア先輩、学園の大切な仲間の一大事だ。救出に向かうに決まっている。今いるメンツがもしかして結構協力的なメンツなのかな。俺たちも普通の学園生活を取り戻したい。ああ、学園の秩序を乱す者を許すことはできない。犯人にしてられたままなんざ気に食わねえからな。なるほどね、そうなんだ。そういうメンツか、今回集まってんの。意外とバランスいいのかな。みんな大切な仲間のためにとってもやる気だよ。まあ、果てや先輩、果ては後輩取られちゃってるわけだから、やってやろうじゃねえかってことかな、みんなで。なあ、ほら、泣いちゃった、ほら。手と手を取り合うとすぐ泣くんだから、この人。私、こんな温かい涙を流すのは初めて。それに、学園長は大切なことを忘れっす。え？大切なこと？ハロウィーンが終わらないと、ウィンターホリデーが来ない。お前はそりゃ帰省してたな。学園長。そこ？ハロウィンは好きだけど、一生このままなんて飽きるじゃん。まあ、ずっと年取んないわけになるもんな。ホリデーもニューイヤーも稼ぎ時っす。実家にも帰らねえと。ああ、そういう、仲間の心配より自分のホリデーの心配ですか。感動した私がバカでした。いや、建前かもしれんよ、それは。照れくさいだけかもしれんやん。さあ、そうと決まれば、ぐずぐずしてる暇はないよ。ハートの女王の法律、第53条。あったね。盗んだものは返さなければならない。即刻僕のトランプ兵たちを返してもらおうか。行くぞ。うえ、キングちゃんずる。一番乗りは俺だし、そこ張り合わなくていいだろ。あっつって、おい、二人とも待て。どうした。お、なんだ。おーらら、止める間もなく鏡に飛び込んでしまったね。あ、先に行ったんだ。ちょっとつ盲信だな。先にじゃあ、リリアとフロイドは、ん？どうした？行ってー！
おーらら、おかえり。なぜ追い返されたんだ。みんな闇の鏡に吸い込まれたんじゃなかったのかい。暴走するヌーかてめえら。招待状をよく読め。ほう。なんだ、なんかそんな書いてあったっけ。ナイトレブンカレッジの生徒諸君、みんなでハロウィンパーティー楽しもう。うん。これが何？ただの招待状じゃん。その下？下？うん。下。さっきの分。パーティーにはドレスコードがございます。腹立つ。この招待状送ってちょっと腹立つ。何ドレスコード？でもこいつら吸い込まれたやつは両服じゃんか。なんでだ？主催でのご用意には数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。注意書きちっちゃちっちゃいんだ。こういう重要事項はもっと大きく記載すべきだ。先が思いやられるぜ。仲間を思う二人の情熱、トレビアンだよ。しかしドレスコードとは何だねえ。ナイトレイブンカレッジの領服は立派な礼服だろ。今のままでは不適切なのか。あ、ハロウィン衣装ってこと。パーティーにふさわしい服装とは一体。でも君たちの分の服はないよね。